篠山騎信は、日本の写真家。東京市淀橋区柏木出身。本名は騎信東京都新宿区にある新言集とい山派、窓か寺氏の住職、篠山明信の次男。新宿区立淀橋第四小学校を経て、私立芝中学校、高等学校に入学。高校時代まで、そこで過ごす。 特に写真が好きではなかったが、一般大学受験に失敗したため、衝動的に日本大学芸術学部写真学科に出願し入学。日大での同期に写真家、沢渡里作がいる。写真学科に入った以上は、写真家になろうと決心し、日大と並行して東京総合写真専門学校にも通学。在学中より、新進写真家として、頭角を表す。 東京総合写真専門学校を2年で卒業した。あと、日大在学中の1961年に、ライトパブリシティに就職。この面接に当たりはったりをかますため当時非常に高価だった、ハッセルブラッド500シートリムホフを両肩に下げて、持参したという逸話がある。アパ賞等数々の賞を受賞し華々しいデビューを飾る。初期の作品には、デスバレー、ツインズ、 ヌードなど傑作が多い。ジョン・レノンの生前のラストアルバム、ダブル・ファンタジーのジャケット撮影は、篠山の作品である。その作品数の多さ、ジャンルの多様さはヌードから、歌舞伎まで他の写真家を遥かにしのぐ。1973年、デビューからのキャロルを劇者し、キャロル売り出しに貢献。同年、小山、玉三郎店で、芸術編章新人賞を受賞 1975年に雑誌五郎で歌手の山口ももえ特集で使い始めた劇者は流行語になり、その後の松田聖子ら芸能人や素人をモデルにした一連の劇者シリーズで知られるようになる。この年発売された大盤写真集家と晴れた日は初期の代表作である。家では北海道から沖縄まで日本列島約80カ所に上る。 日本の家の様々,様々な様相が記録され、北海道、岩手県東野市の古民家をはじめとし、赤坂の迎賓館、台東区上野の古銭湯、横尾忠則がかつて住んでいた地、高輪の郷広美邸、新宿のアパート、北九州の筑豊炭鉱、沖縄県竹富島、長崎県軍関東の廃墟や廃墟となった家などが収められた。また、 聖火や4歳の時に1年弱疎開した埼玉の秩父にも30年余りぶりに母と連れ立って出かけ、幼少期の記憶の撮影が行われた。これは、篠山にとって写真というメディアを再確認する行為であったようで、懐かしさや個人的思い入れはあったとしても、それらは写真に表されるものではないし、その思いも見るものに伝わることはない。私的なことを表現したければ、 文学でやればいいのだと、篠山は語っている。翌1976年には、評論家、滝浩治によって表されたテキスト、生きられた家が、単行本として刊行された。1978年に、写真集、大劇者135人の女友達が、ベストセラーになったのが短所で、1980年には、篠山をメインにした、写真雑誌、写楽が創刊された。 赤塚不夫の天才バカボンでは、篠山をモデルにしたカメラ構造、篠山騎士君として登場し、つむじ風を巻き起こしながら、どこにでも現れて、決定的瞬間を撮る人物とされている。魔法の妖精ペルシャでは、笹川騎士という常にカメラを持ち歩くキャラクターがいる。1983年ブライアン・イーノのビデオアート展のアートパンフレットとポスター写真撮影。 篠山騎士1978年から1997年にかけては、週刊朝日の表紙写真を撮影。1980年に始まった、週刊朝日表紙の女子大生シリーズからは、何人もの女優や女子アナウンサーを輩出している。その他にも、週刊現代の表紙写真や、月刊テレビ情報誌、BLT の表紙、及び関東グラビアを毎号担当。 BLT では、被写体のヌードはないが、寝そべって、胸の谷間を見せるポーズなど他の雑誌よりは、露出度が高いグラビアを撮影している。デジタルカメラを用いて撮影した場合は、篠山紀信、篠山紀信、デジ騎士という別名義を使用する時もある。女性を被写体とした、多数のヌード写真を撮影している。1969年に、カメラマンの沢渡里作。 林博ひろきらと全日本地毛露出連盟こと全治露連を結成して会長に就任。1991年には女優の樋口かな子をモデルにした写真集ウォーターフルーツ不足の事態で事実上陰謀を解禁させ、続けて同年に出版した当時トップアイドルだった宮沢理恵のヌード写真集サンタフェは新聞に出した全面広告が評判を呼び、 ヘアヌードブームを巻き起こした。サンタフェはその年のベストセラー7位、ウォーターフルーツ不足の事態は10位の記録を残している。撮影したヌード写真については、女性の事務所サイドから写真の使用を止められた場合ネガを持ち帰り、自宅で保管する。後にその女性が芸能界でいわゆる落ち目になった時に、秘蔵ヌードが見つかったことにして、今のヌードと昔のネガを持ち出し、 その二つを一冊の写真集にして発売することがある。篠山の企画は大抵の場合、スマートであるとともに、ヒットし、絶大な人気を誇るため自体が世の中に受けているという面は否定できない、同業者や熱心な写真愛好家の中には反感を抱く者もいるようである。は目には、話題性のみを追求しているとも取れるその、作品制作の姿勢は、写真評論家や、 写真批評家による評価を気にしないようでもあり、そのことから日本写真史における死の山の位置づけは固定していないようである。常に今を感じ、時代と共に表現が変わり続けるという自己のスタイルに対する軽妙さの写真家である。定義づけが困難なのは写真における大衆性がしばしば批判的に捉えられる日本の慣習によるものである。 商業的なイメージのある反面、自身が落語家であるということから六代目、三遊亭演唱を長年取り続けた。歌舞伎にも手を広げ、五代目、坂東玉三郎を30年以上取り続け、文化的側面で非常に貴重な写真も数多く残している。近年は彼のみならず、十七代目、中村勘三郎や歌舞伎界の花形を取り続けている。 自決直前の三島由紀夫を被写体とした写真集は当初公表される予定であったが、九百七十年の三島の自決事件の影響に加え、同じく被写体となっていた横尾忠則の反対により、未だ正式な観光には至っていない。日芸在学中に知り合ったアートディレクターの鶴本正蔵とは多くの仕事を共にし、九百七十二年の写真集、 オレレオララ、1975年から、五郎で始まった、劇者、1977年の写真集、カメラ小僧の世界旅行等のアートディレクションは鶴本が担当している。2020年10月13日、第68回、菊池博士賞を受賞。私生活では、モデルと離婚後、アイドル歌手の南沙織と再婚。俳優の篠山照信は次男。 篠山騎信は1995年からその年の朝日カメラ1月号の表紙及び関東グラビアの撮影を担当している。モデル名については該当雑誌内に表記が通り記述。関東グラビア、目次、撮影ノートにもモデル名の掲載がなき場合、記載なしとした。ただし例外的ではあるが1997年はモデル名の記載がなかったが、本文にアトランタ五輪。 東東国際スーパー陸上とあり、モデルを特定する重要な情報として、これを記載した。また、2018年は、人形協力4ウッズ、サオトメトトロ、七歳とあり、人間モデルではないが人形を特定する、重要な情報として、これを記載した。4ウッズは、ラブドール製造メーカー、サオトメトトロは、ラブドールレンタル店エロエロ店主、店主、七歳は、 マネキン人形製造メーカーである。ありがとうございます。